ゆうとび本日の車体がこちらでございます。建物ということで早速どうでしょう。はい、ということで本日は大阪府の梅田に建物の夜景の写真を撮りに来てみたんですけども、今回は三脚なしで手持ち縛りで撮っていこうと思います。夜景やけどこんなね大都会に三脚ぶっ立てて撮るのね恥ずかしいししんどいんで、今回は手持ちで夜景を撮る方法をご紹介していこうと思います。ということでまずはここから建構図で撮っていきます。これね阪神百貨店っていうところなんですけども、ちょっと前に改装されてこの部分だけねめちゃめちゃ綺麗になったんですよ。幾何学的な外装になったんで、この幾何学的な部分だけを取っていこうと思います。で今日は手持ち縛り三脚なしプラス幾何学的な建物をいっぱい取っていこうと思っておりますと。でここねなんで縦構図かと言いますと、横構図にすると幾何学的な部分だけを入れようと思ったら、こう阪神電車のこの文字が入ったりとか、下のこのピコって入ってるやつがちょっとだけ入ったりとか、うまく収まらないんですよ。なので縦構図にしちゃいまして、この阪神電車梅田駅の下からピコって生えてるやつを写真縦構図にした時のど真ん中にぶち込みます。ほんでこの下からピコって生えてる謎の物体をど真ん中にしたら、ちょうど上の部分が明るい窓ガラスの綺麗な部分だけになるんですね。で右側のこの阪神電車の文字は入れずに、この明るい綺麗な窓ガラスの部分だけを縦構図でここを切り取っていこうと思います。で設定していきます。とりあえず安定の A モードからの露出補正を白飛び黒つべれがなるべくしないようにプラス 1.0 にしました。で次に F 値を決めます。 F 値を今回は4にします。夜景ということで暗いんですよ。で F 値を小さくした方がシャッタースピードを速くできるんですけども、小さくしすぎるとね全体的にピントが合いにくくなるんで、ある程度大きくします。 F 値4にしますと。で ISO を次は上げます。 ISO を1600まで上げちゃいます。 1600 ISO を1600まで上げるとシャッタースピードが50分の1秒とか40分の1秒とかになりましたと。で今回は三脚なしの手持ち縛りなんで、シャッタースピードがこれぐらいの速さにならないと手ぶれしてしまうんですよ。で手ぶれしないシャッタースピードの見方っていうのは焦点距離分の1秒です。例えば今回は 50mm ぐらいで撮るんですよ。でレンズの焦点距離が 50mm で撮るときっていうのは 50mm 分の1秒、50分の1秒より早ければ写真が手ぶれしないんですよ。なので今回はこのね50分の1秒とか、まあ、40分の1秒とかになりましたと。でプラスこのレンズは手ぶれ補正がついてるんですよ。手ぶれ補正が5段分もついてるんで、50分の1秒よりちょっと遅いぐらい40分の1秒とかでも手ぶれしないで撮れます。で皆さん手ぶれ補正がついてないレンズで撮るときっていうのは、もうちょっと例えば ISO を上げたりして3200まで上げたりして100分の1秒とかにしてみてください。そうすると 50mm で撮るときは50分の1秒より100分の1秒の方がねめちゃ倍も早いんで手ぶれしませんという感じのことになっておりますが、説明は大丈夫かなこれ。ということで今回は F 値4で ISO 1600にしたときにシャッタースピードが自動で設定されて40分の1秒とか50分の1秒になりました。ということでこの設定で三脚なしでどうでしょう。はい、ではこんな感じの写真になりまして、今回は三脚なしで手持ちで撮りました。で縦構図にして奥の幾何学的な部分だけをちょっとぶち抜いてみましたと。でさっき説明し忘れたんですけど、こういう夜景の写真撮るときっていうのは暗いんで手ぶれするじゃないですか。で三脚ないのに手持ちで撮るときっていうのは、こういう柵があればこの柵にカメラを置いてめっちゃ頑張って固定して撮った方がだいぶ手ぶれは軽減されます。なのでこういうね柵を探すっていうのも一つ手かなと思います。三脚がないと昨日一つの手かなと思います。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。グランフロント大阪の北館に移動してきました。ここから縦構図で撮っていきます。でこのね北館の奥の方まで移動してきたんですけど、なんか奥の方がめちゃめちゃね幾何学的な綺麗なラインがビシビシっとあったんで、ここを撮っていきますと。で横構図でも良かったんですけど、縦構図の方が上の方のこの光ポツポツした光も入るし、で下の方にここに曲線があるんですよ。でこの曲線も下の方に入ったら綺麗やなと
と思ったんで、その上下の2つを入れたかったんで、ここは縦構図で撮ります。でもまたねシンプルに正面に立ちます。でここね手前にこのガラスがあるんですよ。このガラスがねビャってあるんで、このガラスに自分のね手前の光が反射しちゃうということで、めっちゃ近づきます。この若干ねこのユートビが影で映ってると思うんですけど、こういうね反射が入っちゃうんで、ここにガラスにめちゃめちゃ近づきます。そうすると非常口の光が分かりやすいと思うんですけども、ガラスに近づけば近づくほど非常口のマークが映らなくなるんですよ。これが遠くなってたらめっちゃ映ってるけど、ガラスにひっつけるとこの非常口のマークが消えるんですよ。ガラスが傷つかないようにしてくださいということで、ここを縦構図で撮っていこうと思います。で設定していきます。今回は F 値を 5.6 にしました。撮りたいね奥の幾何学的なやつがそんなにねこう前後で離れてないんで、 F 値 5.6 でも全体的にだいたいピントが合うと思って F 値 5.6 にしました。で F 値 5.6 ぐらいが画質が綺麗やと勝手に僕思ってるんで 5.6 にします。で ISO 1600まで上げた時にシャッタースピードが40分の1秒になりましたと。ところでこの設定で撮れろ。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、縦構図でこの幾何学的な部分だけをまた撮りました。で写真縦構図にした時の写真の上の方にこの光でちょっと入る、4つ角にもちょうど入る、で下の方には曲線が入る場所をこうね上下探して頑張って撮りましたと。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次はここから横構図で撮っていきます。またグランフロント大阪の中から撮っていきます。でさっきと同じようにここねまた手前に鏡張りになってるんで、頑張って近づきましょう。近づかないとねこの反射が手前にユートビが映ってるんで、このユートビは鬱陶しいのでカメラを近づけて映らないようにします。で横構図でこの奥の綺麗な幾何学的な部分だけを無事抜こうと思います。でその幾何学的な部分以外を完全に入れたくないんですよ。なのでちょっと望遠気味にします。広角気味で右側のこっち側も入れてもいいかなと思ったんですけど、そうするとこうね下の方の草とかがいろいろね入っちゃうんですよ。なのでもう左側のこの辺だけを望遠でぶち抜こうと思います。で手前に柵があるんですけども、これはもう映るのは仕方がないということで、昔はね屋上から撮れたんですけども、今はこの室内からしか撮れないということでやっております。で左側にもなんかここに謎の白い壁があるんで、この謎の白い壁も入らない程度にちょっと右に移動しましょう。ということで他のいらない部分は全く入らないようにして、この辺だけを横構図で撮っていこうと思います。で設定していきます。今回はさっきの場所よりちょっと被写体が暗いんですよ。なので F 値を 5.6 にしたらシャッタースピードがね若干手ブレするぐらいになっちゃうんで、 F 値をちょっと下げます。 F 値4まで下げます。で ISO 1600にした時にシャッタースピードが25分の1秒とか30分の1秒とかになりましたと。40分の1秒、これでこのタブノのレンズ手ブレ補正ついてるんで、三脚がなくても手ブレしないスピードになりました。ということでこの設定で撮れよ。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、次は横構図で奥の幾何学的な部分だけをちょっと望遠気味で撮りました。でこのグランフロントのねこの鏡張りの中幾何学的な部分が映ったんでめっちゃ綺麗かなと思います。でこの今ねこの動画に映ってる写真は現像済みなんですけども、現像するときはハイライトっていうのを結構マイナス100とかに結構下げて、逆にシャドウをプラスに振ってやるとなんかいい感じの雰囲気の写真になるかなと思います。ということでぜひ写真の現像もちょっと参考にしてみてください。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。ここね手前にまたね鏡張りガラスがビャッとあるんで、これなかったら人落ちていくんでこれがあるんですけども、これにまたね手前にユートビが反射するんですよ。光が反射するんで、その反射する光を入れたくないので入らないようにするためにこのガラスにめっちゃカメラをレンズを近づけます。でここを縦構図で撮りますと、これ縦構図の方がこの手前のね下の方にあるエスカレーターも全部入って、で奥の方に続いているエスカレーターも入ると、なので縦構図にします。ほんで上の方ねこれ天井があるんですよ。この天井がギリギリ入らないぐらいまで上の方まで入れます。その方がねもっと奥まで続いてんちゃうかみたいな感じの写真になるので、この天井は入れませんと。ということでここをまた正面から奥行き感の出る感じで縦構図で切り取っていこうと思います。で今回のこの場所も1枚前の場所と明るさが大体一緒なんで設定も一緒ということで、この設定でどうでしょう。
はい、ではこんな感じの写真になりまして、縦構図で撮りました。で、右の方にエスカレーターがビョンと奥に続いていってる感じで、線がね、奥に向かって奥に終息点がポツンとあるような感じの写真になったので、めっちゃ奥行き感が出た写真になったかなと思います。ということで、もう撮るものないので終わります。はい、ということで本日は大阪府の梅田に幾何学的な建物を撮りに来てみたんですけども、三脚がなくても手持ちだけでもね、こんな夜景写真って撮れるんですよ。このレンズはまあ手ブレ補正がついてるんで、手ブレ補正ついてないレンズと比べても撮りやすいとは思うんですけども、別に手ブレ補正ついてなかったらもうちょっと ISO 上げたりとか F 値をもうちょっと下げたりすれば全然撮れます。こういう都会の夜景やったら三脚がなくても手持ちでスナップ感覚でパシャ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 夜景の撮影ができると思います。なのでぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、夜景の撮影もめっちゃ楽しいのでぜひ撮っていきましょう。ということで、もう喋ることないので帰ろうと思います。さよなら、バイバーイ。